ラグナドール。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、新作 RPG ゲームラグナドール実況プレイしていこうと思います。はい、このゲームですね、今月の21日に実装されたばかりで、もう本当に最近出たゲームになってます。で、まだもちろんゲーム知らない人も多いと思うんですよね、最新のゲームなんで。なので今回はですね、どういう感じのゲームかっていうのを紹介していければなと思っております。はい、で今回の動画では基本的にチュートリアルとしてバトルの遊び方、そしてガチャ、そして実際にめちゃめちゃ難しいダンジョンに挑戦していこうと思います。まあということでね、説明よりもとりあえずプレイ見てもらった方が早いと思うんで、実際に遊んでいきましょう。まずはバトルしていきます。じゃあ実際にバトルしていきます。でラグナドールの特徴として、バトルシステムがシンプルでめちゃめちゃ面白いです。はい、やっぱどうしてもさ、新作ゲームやるときってさ、これどうやって戦えばいいんだとか迷うことあるじゃないですか。ただこのラグナドールに関してはもう直感で操作ができます。じゃあやっていきましょう。このゲームの目標としては数字をつなげていくことが目標になります。なのでバトル中、このようにまず 1,2,3,4 ってある場合は、小さい1から選んでって 1,2,3,4 とチェインをつなげていきます。これでもチェインをつなげることでダメージが合計 9% 上がってますね、今4チェインまで。でもでですね、このゲームマックスでフルチェインで5個チェインをつなげれるんですけど、フルチェインを狙うのが大事になってきます。いきましょう。いきます。1,2,3,4、そして5、これでフルチェインが入ります。すると4チェインだと1522ダメージなんですが、フルチェインのダメージご覧ください、こちら、13032ダメージまあ必殺技っていうこともあって約8倍ぐらいのダメージが出せます。なので基本的にバトルとしては数字をつなげていくのがシンプルなシステムとなってます。でこれだけだと本当にシンプルすぎると思うじゃないですか。このゲーム操作はシンプルなのに奥はめちゃめちゃ深いんですよ。ということでここからはこのゲームの奥深い要素を話していこうと思います。このゲームですね、敵の左を見てもらえれば分かるんですけど、土とか風のね、弱み玉というのがついています。はい、でこれは対応する属性で攻撃することで通常より多くのダメージを与えれます。このように同じ色を使って攻撃する必要があると。で例えば風で攻撃すると、はい、54ダメージ弱点になってるんで大幅なダメージが入ります。光で53ダメージと、さらにブレイクエイソですね、この弱み玉を全て破壊するとブレイクエイソがかかります。はい、この間はですね、ブレイクエイソになると行動速度が上昇するので素早くスキルを入力することで一気に敵を畳みかけることができると。実際に攻撃していきましょう。はい、このように4チェイン決めてブレイクエイソ中に攻撃していきます。するとこんな感じで大きな火力を出していけるので確実に突破ができると。でまあこういうね、雑魚キャラの場合ってそこまで意識しなくてもよかったりするんだけど、もうボス級の場合はこの弱み玉の破壊が必須になってきます。はい、まず一つ目の要素がこんな感じになってます。次で、このゲームね、数字をつなげるチェーンシステムで攻撃していくんですけど、このように2が3枚とかでもうチェーンできない状況もあるんですね。この際に使えるのが合成です。はい、同じ数字を合成させることでバトルを有利に進めることができます。はい、1ターンに2回までなんでね、そこは注意してください。属性の合成もできますと。実際に合成するとこのように3を作ることができます。で1ターン2回までなんでそこは注意です。はい、これで1,2,3と合成した力で殴っていきます。そしてこのね、1,1,2,2の場合もネクストに1が見えているので、はい、こんな感じ、さらに2を合成してあげて3にしていきます。これで1,2,3,4,5とフルチェインまで決めていくことができます。このね、合成システムはもうこのゲームで一番大事と言ってもいいレベルに奥深い要素の一つで、このチェインを時間内に多く決めていくことによってフルチェインを狙いやすくなります。そしてですね、このゲームにはゼロのカードが存在します。ゼロは基本的に強化を得ることができますと。まさにこの今存在しているゼロを使ってあげると防御力を上げることができます。さらにこれに合わせてチェインを決めていけると。はい、このゼロに関してはね、活用していくのがめっちゃ大事なんですけど、使うタイミングとかも難しいんですよね。例えばゼロ防御って敵の必殺技を耐えるのに使えたりするのでめちゃめちゃ大事で、このヒゲに関しては必殺技ですね、キャラごとに個性的なスキルを発動できます。しかもパワーアップするんでね。さあこれで0,2,3、なんともなんかとんでもない効果発動してますけど、
とにかく分かりやすく言うと強いです、はい、なのでこのゼロに関しても活用していけるとダメージを上げれるので、こういう一個一個の要素が奥深いんですよね。はい、ここも必殺技でフルチェインそして倒していきます。でこのゲーム BGM とかキャラのグラフィックとか一個一個めっちゃ綺麗なんですけど、ちょこれ言っていいか分かんないですけど、とにかく可愛いです。いやもう色は認めません、もうどう見ても可愛い。ちょっとねめちゃめちゃハマっちゃってね、裏でストーリーすっげー見てるんですけど、とにかく可愛いです。もうこれだけは言えます。さあこのことを踏まえましてボス戦に挑戦していこうと思います。もうなんか明らかに敵キャラの見た目がやばいですね。でちなみにですね、こういうゼロの防御スキルとかっていう使いタイミングをね選びたいゼロスキルに関してはホールドができます。もうめっちゃシンプルで、このカードをですね下に持ってきてあげると今はまだ使わなくていいよっていう状況にできます。なので敵が必殺技を打ってくるときとかに使ってあげるのがおすすめです。じゃあまずは弱み玉を意識してしっかりと破壊していきましょう。これ光だな。はい、これで4チェインまで入れていきます。ただできればフルチェイン決めたいので引き続きチェインつなげていきましょう。でフルチェインってもちろんこのターンの攻撃も上がるんですけど、1個めっちゃ大事なポイントがあって、このフルチェインをバトルに何回も決めていくで攻撃力が上がっていきます。1回目のフルチェインだと攻撃力 15% アップ、2回目で 30% アップ、3回目で 45% アップと、どんどん攻撃力が上がっていって7回目で 105% アップまでできます。なのでとにかくフルチェインを狙っていくのがこのゲームの大事な要素になります。さあそしてホールドしていたゼロ防御を使いながらしっかり4チェイン決めていきます。ゼロ防御を今使ったおかげでダメージを軽減した状態で攻撃を受けれると。ただですねこのゲームもちろん HP 減っていくわけですね。こういう時に回復が使えます。回復は1バトル3回までなんで、敵が強い時は使うタイミングに注意。さあここで回復しておきましょう。でちなみに自動戦闘もあるんですけど、僕の方が強いんで僕がやります。はい。さあここも弱み玉の火の2つを破壊したいんですが、ナイス火来たんで使って、さあこれで5チェイン。とにかく弱み玉の破壊を意識していくことがねまずこのゲームの肝なんでね。さあどうしようかな、ここはまず3チェインまでつなげます。4来い、4は来ないか。さあここも攻撃していきます。あとは火の弱み玉の破壊ですね。木の弱み玉の破壊をしていきたい。でも本当にこれ見て分かるけどバトルはめっちゃシンプルにできますね、操作は。あー4にしようか。これいやー4くんのかい次。あーオッケー。でもここでしっかりと4の攻撃をしてあげることで火力を出せる上に、かつ弱み玉を破壊していきます。はい、ここで弱み玉の破壊、さらにこの後に必殺技弱み玉を破壊するとダメージが大幅に上昇するので、このように突破することができます。なのでこのゲームは弱み玉の破壊そしてフルチェインの意識が大事になってきます。今弱み玉破壊したんでもう必殺技のダメージがバグってましたね。はい、これでしっかりと突破していけるという感じになってます。で皆さんやっぱりねいいキャラが欲しくてリセマラしようと思う人もいるかもしれないんですが、なんとチュートリアルは1回クリアするとこれ以降スキップできますので、あのリセマラはちなみにめちゃめちゃはかどります、このゲームは。はい、なんならキャラ削除のボタンもありますので、もう本当にリセマラは効率的にできますこのゲーム。このゲームの流れとしてガチャを引いて編成をして冒険を進めると、でその冒険を進めた石でガチャを引いていきつつ強化をしていくのが基本的な流れになってます。でせっかくなんでちょっとガチャ引いていこうかな。ちなみにガチャはこんな感じで、ウルトラレアが 3%、SSR が 18%、SR が 79% です。今日ちょっとせっかくなんでね、ウルトラレアまあ引いてね、皆さんに見せようと思います。いや、3% でしょ。僕結構ガチャ引くの得意なんで、出ると思います。もう一発目で出しましょう、ウルトラレア。エフェクトの時点で分かったりするんですけど、金色か。金色はちょっとね、なんとも言えないですね。SSR 確定で、ウルトラレアは分からんって感じ。ただ光なんでね、ちょっと光は実は SSR なんですよね、この黄色は。で青は SR と。もう一回引きます、悔しいんで。いや俺はウルトラレア以外興味ないからな。来い。いやーダメかこれ。やっぱ 3% なんでそう簡単には出ないです。ただ皆さん安心してください、これから始める人はリセマラし放題なんですよね。なので序盤で絶対にウルトラレアがゲットできるのでね、安心してください、まあ、リセマラめんどい人はあれですけどね、実はリリース記念でウルトラレア1体もらえるんですよね。
今このゲームとんでもないんですよ。もう新規歓迎がすごすぎて、なのでぜひとも今のうちに始めてほしい。後々始めるとね確定じゃないんでね、多分今のうちに始めといてください。さあ30連目で出てほしいぞ。さあ来い来い。はっ、スラタン、まさか。はっ、来たかもしれん。あー来たー、虹色の光だ。虹色はもちろんウルトラリア確定となっております。まあ、SSR もでかいですけど、来ましたウルトラレア。ずっとお待ち申し上げておりました。熱すぎる価値で女の髪にはケジョロ来た。もう僕のメインキャラ今この瞬間決まりました。この可愛さ、ウルトラレアというところ100点です。このキャラでいきます。ちなみになんですけど、もちろん武器にもガチャがあります。で武器に関してはバトル中に使う武器、そして掛け軸に関しては常にねキャラにバフをかけれるパッシブみたいな感じになってます。武器掛け軸に関してもガチャでゲットすることができます。実はウルトラレアあるんですよね、なので出せたらいいんですけど、まあ、とりあえず行っていきましょう。行きます。まあ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 、さすがにな。ただまあできればウルトラレア引きたいんで、ちょっともう一回引きます。これでね武器とかも強化できるって感じになってます。キャラと武器どっちも強化する必要があるんでね、やっぱでも個人的には武器もね優先していきたいかなって感じ。キャラは1体ウルトラレア引ければね、とりあえず1個のパーティーとかになるんでね。まあ、ちなみにね今始めてもらえるとなんとウルトラレア確定キャラガチャあります。さっきあんだけ喜んでたウルトラレア今始めると確定で引けるんですよ。なのでぜひとも今のうちに始めてゲットしておいてほしい。さあもうね引いちゃいましょう。ウルトラレア確定ガチャ、まあ、多分確定演出かな。あ、やっぱ入るんですね。これが入るとウルトラレア確定っぽいな。分からんけど、確定じゃない時もあるかもしれんけど、毎回でも出てると確定。え、はっ、クラボッコ絶対強いじゃん。もうでガチャを引いたらもちろん編成なんですけど、まあ、編成はお任せが圧倒的におすすめ。とりあえずこれ使っとけばこんな感じで自分の中で一番強いやつを勝手に選んでくれるので、お任せを利用して装備してあげてください。さあもうということで実際にボス戦やっていきましょうか。ガチャも引いた、そして編成もしたとなればボス戦でしょうということで、今回は無限の塔に挑戦していこうと思います。この無限の塔ね、めちゃめちゃ強いボスばっかのダンジョンなんで、実際にね、挑戦していこうと思います。行きましょう。もうシンプルにボス戦ができるコンテンツになってます。てかこれ BGM 聞いてほしいんだけどさ。すごくないこれ。ビッシュの曲が流れてるっていうね、マジで BGM もね、手込んでるよね。さあということでやっていきましょう。とりあえずチェインつなぎながら戦っていきたい。3引けなかったから惜しいな。でゼロ防御はホールド入れます。ここはいやー2か4か、せやな、ちょっとここ1でいきも、いやせやね、1でいきましょう。1,3,4でいきます。はい、で、 できるだけチェーンを狙っていきたいので、ここは合成使って、いや1か次惜しいな。ギリギリフルチェーンじゃないけど、まあ、それでもしっかりと攻撃はしていきます。さあウルトラレアの必殺技、多少チェーンがなくてもダメージはやばい。で残り1ターンなんでここ必ずゼロ防御張ります。はい、敵の必殺ゼロ防御で耐久してあげて1,2,3,4 OK、 これで削っていきます。 できれば弱み玉の破壊がしたい。あと光2個ですね。いきましょう。1,2,2合成して3,4そして5、完璧なフルチェイン。さあ1回目です。まずこれダメージ 12% アップ、しっかりと攻撃していきます。ゼロ防御はキープ、チェーン先入れるわ。2引きたい、いや3引きたい、3引きたい、めっちゃ3引きたい。3来い、
いやー来ないか。じゃあ呼んで。1,2,4 プラス作っといて、4,5,4,2つで4プラスが作れるんで、これダメージ出していきます。からの必殺技。マジで強い。でここは HP やばいんで、まずは回復入れておきましょう。さあでここに関してはチェインつなげて3にします。で1,2ナイス、4きた。弱み玉の破壊をして、かつ呼んで攻撃。ブレーカー行ったんで敵の行動がまだ来ないんで、このまま攻撃していきましょう今のうちに。1,2,3,4はないけど、フルチェインじゃないけど、それでも4チェインで攻撃。4072ダメージ。いや絶対勝ちたい。いきます。これ0,1,2,3,4チェイン、0の必殺も入っているのでダメージは外出るはず。2574ダメ。いややばい、敵も必殺当たってきてる。11000ダメージ。やばい、回復はない。もう攻撃するしかない。いきましょう、攻撃以外なし。1,2,3,4,5のフルチェイン。いやこれはいったやろ絶対。オッケー、フルチェインで倒していきます。はい、まあという感じがですね、新作 RPG ラグナドールのプレイとなっております。いやね、めちゃめちゃおもろいわ。てかこれね、ちょっとね、動画のね尺の都合上カットしたんだけど、ストーリーがめちゃめちゃいい。俺ねゲームのストーリー日頃見ないんだけど、ラグナドールはがっつり見てた。マジでね、塗り壁のストーリーめちゃめちゃいいわ。ぜひよかったら見てほしいなと思ってます。はい、まあということでですね、こちらのラグナドールもうすでに Apple Store、 Google Play Store実装されております。概要欄のリンクからダウンロードをしてもらえれば今すぐプレイができます。このゲームマジで面白いんで、ぜひよかったら皆さんね、今のうちにウルトラレアがもらえる今のうちにぜひともゲットしてもらえればなと思っております。ということで今回は新作 RPG ラグナドールについて実況する動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。